はい、皆さんおはようございます。山男チャンネルです。今日は8月の26日久しぶりに山に来ました。ここに来るのは1ヶ月弱かなぶりになります。まあね、夏の時期はやっぱ雨も少ないし気温も高くてキノコ難しいかなと思って山に入ること控えてました。まあ久しぶりの山でね、どんなキノコが取れるか、取れないかもしれないですけど、全部ねありのままをお届けしますので、ご視聴よろしくお願いします。はい、キノコ見つけました。これは花ホウキタケですかね。毒キノコですね。ホウキタケの中でも食べられるのと食べられないのありますけど、これはね食べられないやつ。陽菌で可愛いですけどね、ダメです。はい、だいぶ登ってきまして、松茸ポイントに近づいております。まあこの山では7月のね頭ぐらいから結構ね松茸を採らせてもらってますが、まあ今回はね本当に毒キノコの出も悪くて、ちょっとね松茸は厳しそうな感じですけど、一応松茸ポイントが3箇所あるんで、そこは確認していきましょう。いや、松茸ポイントにやってきました。まあ、前回はねここで 2,3 本かな採らせてもらいましたけど、今日は全然出てないですね。まあもうちょっと近づいてみましょうか。このね松の根元からボコボコとね生えてたんですけどね、8月上旬7月下旬の話ですけどね、さすがに止まっちゃったみたいですね。全然ないです。はい、こちらもホウキタケですけど、これはですね薄紫かな、薄紫ホウキタケかなと思います。こっちは食用のはずです。ちょっとね取って確かめてみましょう。お、これはそうですね、薄紫ホウキタケ食用ですね。毒のやつはねこの根元からこうやって枝分かれしてるんですけど、食用のやつはね根元は結構太さがあって、で上の方からこう枝分かれするっていう、まあ違いがねあります。結構ね美味しい、食感があって、海鮮系のね旨味のあるキノコです。いいですね。もっとねこの根元がパンパン膨らんでるやつはねすごい貴重なんですけど、まあこれはこれで大丈夫、食べれるんで取っていきます。わあ、すごい。いいですね。結構これ立派です。この株はすごい。よいしょ。おお、すごいですね。はい。まあまあね、いい薄紫ホウキタケが取れました。これは嬉しいですね。今日初めての食べれるキノコ。まあさあ続いて、こっちにもある薄紫陽菌が出てます。わあ、ちっちゃいな。すごいかわいい。ちょっとね取るにはちょっと早いけど、すごい薄紫の陽菌が出てますね。はい、この辺がねポイントなんですけど、ないかな。ちょっとこの辺の地面の膨らみないですね。こっち側に出ることもあるけど、わあ出てないな。ダメですね。はい、まあ下ってきまして、この谷筋は、花びらたけの、取れる場所になりますけど、出てないですね。まあ、ここもね、7月下旬かな。7月中にね、来た時は結構ね、花びらたけ、お、一株ある。結構ね、たくさん出てたんですけど、まあ、あれっきりで、
追加では出てないかな。例年ね、花びら丈が、まあかなりね、取れるポイントにはなりますが、まあいいやつはもうできちゃったのかな。そこに一株ありますけど、ちょっと古いから、厳しいな、これは。ほい。だいぶヨレヨレですね。ヒダがだいぶ成長しちゃってます。いや、おなじみの松茸第2ポイントに、ようやくね、入り口に着きました。ここから見ていきます。いや、でもね、今日は本当に期待薄。本当、この区間で見たのは花びら丈だけでした。他は本当に何にもない。いやなんかね、結構、土の表面が濡れてるんで、水気がね、あるように見えるんですけど、昨日降った雨ですね、土の中の方はね、結構カサカサです。水分がね、足りなくて、出てこない感じですね。いや、この辺はもうまさに松茸ポイントなんですけど、全く出てない。いやー、ちょっと気配がないですね、今日は。ダメだ。ダメだ。はい、この辺、この木の根元とか、あとはね、ここもポイント。そしてこの上もポイントなんですけど、いやダメですね、全く反応なし。今日の唯一の収量ですね。おお、すげえ、これ合体してた。すごいでかい。おお、すごいいいですね。この茎の太さがいい。おお、ちょっと古いかな。どうなんでしょう。まあ食べられるけど、ちょっと色がね、なんかちょっと色あせてきてます。これはもう見るからに美味しそうですね。よいしょ。わーお、いいですね。結構茎が太くて、めちゃくちゃある。よいしょ。いいですね、結構まあまあ立派。すごいすごいですね。見つかるとね、結構たくさんね、一気に取れるんで、すごい収量になります。まあまあ大きいカゴなんですけど、もうほぼねいっぱいに近いぐらい取れました。まあもうちょっとね、登って他のね、キノコ探して帰りたいと思います。もうちょっとお付き合いください。ようやく出会いました。赤山鳥。いや、いい感じです。わ、綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。これはいいわ。美味しそう。